はい、皆さんお疲れ様です。こまめです。今日はですね、1月6日にマクドナルドから発表された話なんですけど、なんと鴨頭さんもびっくりの対応大幅値上げです。いいねって良くないですね。いや、マックのですね、値上げっていうのはここ1年間で3回目なんですけど、本当ね、異常事態ですよね。1年間で3回ですよ。いや、昔のね、総理大臣が言ってたトリクルダウンどころかスタフグレーションとまっしぐらって感じになってますよね。でね、ちょっとね、記事を見ていきたいと思います。でマクドナルド1月16日もうすぐですね、値上げ。ハンバーガー170円、ビッグマック450円、バイバーガーパティ2枚が4枚になるのはですね、200円にっていうやつです。で2023年1月16日から全体の約8割の品目の店頭価格を値上げする。値上げ幅はバーガー単品類、バリューセット、ヒルマック、ドリンク類で10円から50円、チキンマックナゲット15ピースは120円、ポテナゲ特大は150円などとなってますね。いや、チキンナゲット15ピースですね、この120円の値上げっていうのは結構でかいんですけど、ちなみにね、590円が710円になるみたいなんです。で確かですね、去年のですね、夏ぐらい期間限定だったと思うんですけども、390円ぐらいで売ってたんでですね、この倍近くになってしまうとちょっと買う気力がですね、なくなっちゃいますね。でハンバーガーはですね、従来価格のですね、150円から170円、ビッグマックはですね、従来価格410円から新価格450円になっちゃうそうです。でハンバーガー170円はちょっとやっぱ高いなって気がしますね。マックのハンバーガーなんでですね。で若い人ですね、ちょっとあんまり知らない人もいるかもしれないんですけども、昔65円という時代があってですね、その時は本当によく買ってました。この10個ぐらいですね、このまとめて買ったりしてましたね。ビッグマックも450円ですよ。これ単品の値段だからですね、本当高くなりました。このビッグマックセットなんですけども、この値段が現在710円です。でおそらくですね、ちょっと探すことできなかったんですけど、800円を超えてくると思います。とね、年数回の贅沢飯だったビッグマックセットはもう食べれなくなっちゃいますね。と時代のね、もうデフレ時代の長寿だったマックとともに過ごしてきた人生なんで、この値上げっていうのはちょっともう受け入れがたいなと思いつつですね、この私の青春マック吉牛回転寿司がですね、本当遠い日の思い出になっていきそうです。まあ、記事の続きなんです。あ、その前にですね、ちょっと値段の推移をちょっと見ていきたいと思うんですけれども、ですね、ハンバーガーの値段がですね、少しちょっと違うみたいなんですけれども、まずですね、値上げ下げが始まったのが2000円です。これ68円になってますけれども、多分ですね、これ消費税込みなんじゃないかなと思います。65円で販売してたんでですね、で一時期なんか59円とか、なんかそんな時にもなったようなこともあったと思うんですけれども、で次がですね、もういきなり2020年に飛んでるんですけども、多分ですね、これもうちょっと中にあって、2005年にですね、100円になったり、2013年に120円になったり、また2015年に100円になったりとか、なんかそんな感じでちょっと動いてたと思うんですけども、ちょっとはっきりした数字はちょっとわからないんでごめんなさい。で記事の続きなんですけれども、夕方5時からの夜マックでビーフパティの枚数を2倍にするサービス、バイバーガーはビーフパティ2枚の商品、ダブルチーズバーガー、ビッグマックなどで単品プラス200円となるビーフパティ1枚の商品のバイバーガーは従来の単品プラス100円を維持するってあるんですけど、これですね、夕方5時以降にですね、ハンバーガー系を頼むとプラス100円すればですね、ハンバーグ中身 のパティの数がですね、2倍になるっていうやつだったんです。だからですね、このビッグマ通常のハンバーグだったハンバーガーだったらですね、1枚が2枚になるんですけども、ビッグマックは100円プラス払うとですね、2枚が4枚になるっていうすごくお得なサービスだったんですけども、さすがにですね、このサービスっていうのもちょっと維持できなかったんでしょうね。で次なんですけど、日本マクドナルドは今回の値上げについて、原材料価格の高騰や人件費、物流費、エネルギーコストの
上昇及び為替変動の影響を受けて慎重に検討した結果実施するものだと説明なんですけど、まあ、しょうがないといえばしょうがないんですけれども、本当もはやですね、マックは高級品となってしまいました。とモスバーガーと変わんないですよね、これじゃ。本当食べにくいですけど、モススパイシースパイシーモスチーズバーガーを食べた方がいいんじゃないかなと思います。まあそれよりもですね、こっち、じゃじゃん、山崎パンのですねハンバーガー、これ多分値段的には100円そこそこですよね。もう値段的には神なんですよね。こっちに移行してみようかなともちょっと思ってしまいます。まあ、安ければ何でもいいというデフレマインドが全く抜けない小豆でした。ご視聴ありがとうございました。